はい、金どうでしょうです。漫画編をお送りします。今日はですね、私カメラマンをやるんで、今これ自分撮りしてるんですけど、アキラ系と、はい、清水です。マイクがこれ1本しかないので、こういうことですね。ですね。私はカメラを回しますんで、では、じゃあ番外編をお送りさせていただきます。クリアウォーター、横浜店臨時オープンしました。4日間限定です。見てください。いろいろとあります。もう見てください。この全て1000円コーナーです。すごいでしょ。スノーケーフィン1000円ですからね。3点セットで買うといくらになるのかな。3点セットでも2000円。あ、3点セット2点ね。これで普通はほら、あ、これ2点、2点で、これ2点で1000円なんだ。2点1000円で、おお、安いね。安いって書いてあるで です。これじゃあついでにダブルアクションポンプもお付けして3000円で。そうですね。ありえない。何に空気を入れようか。音が入らないよ。俺声入れたい。じゃあ次、じゃあとっておきのカヌーどうでしょうコーナーもあるんですけどね。一応あの古いのからずっと流してますんで、あの興味あったらどうぞ。見に来てください。じゃあ一番とっておきどれいきましょうか。あ、とっておきですね、あの防水バッグコーナーこっちにあるんですよ。やばいですよ防水バッグ、見てください。カメラポーチ1000円、ありえないでしょ。このネックポーチ、これ絶対カヌーで必要ですよね。財布だのなんだのと1000円ですから。それあれなら入るね、あのタブの小さい方だ。あ、全然入ります。 iPad は入んないけど全然入りますね。で、あの例えばあのカヌー上がった後なんかにこうサンシャワー温水が出る、これまた微妙だよね。これ別にあのビニール袋に穴開けたらいいじゃん。いやいや、ちゃんとあのシャワーになってるんで。シャワーであの丈夫な PVC の、丈夫な PVC の、まあそんなことやらないでよ。使い捨てじゃなく何回か使えると、あの使い捨てがいい人は自分でビニール袋に穴開ければいいですか。まあ、とりあえずあの 60% オフの1000円ですから、ありえないでしょ。あと3点セット、それいいですね。今度はこうシャワーとシュノーケリングセット3点、足ひれと。じゃあこれを見たという方には、はい、暗号でクリアって言ってください。そしたらうちがウォーターって言えば、3点セットで2000円で。すごいね。いいんですか。ただしこれを生で見た人だけです。あ、これ録画されちゃってます、ね。でその時はこのお店ないですから。あ、そうです。すぐ出ますよこれ。今日からだって録画流す。だから録画版が終わった時にそれ言わなきゃいけなかったじゃないですか。アイコンとか変えましょう。アイコン変えましょう。アイコン変えましょうね。録画版が終わって録画されない部分で番組これ一回終了した後で新たに言いましょうね。そうです。そうね。今なしです。今のなし。今アイコンはなしです。今のアイコン。じゃあどうしましょう、次いきますか。バーッと見ていくと、これ辺やばいっすよ、やばいっすよ、やばいっすよ。ビスカシーカヤック12万円、いいでしょ。ありえないでしょう。あとこれ辺の骨はねもう安くやっちゃってるんで、お好きにどうぞ。ちょっと待ってさ、今レジを僕打ちますんで、ちょっとあの登録ね。これはね、カメラを入れないね。めちゃくちゃ臨場感あるでしょ。今やってますからね実際ね。ちょっとじゃあ私が代わって何か探しに行きましょうか。そうですね。ジョー君がねさっきいたんでね、ジョー君をちょっと行ってみましょうかね。どこ行ったかな。ジョー君といえば寿司を、あ、寿司、あ、堀田さんじゃないですか。ちょっと質問していいですか。はい、今週の堀田さんでコーナーはどうなったんですか。
うちの奥さんがあの心配してたんですけど、僕はすいません、すいません、ボード車ですいません。よろしくお願いします。じゃあジョー君を探しに行きましょう。今カメラ回してるのはアキラ系です。喋ってるのもアキラ系。あ、さすがジョー君、次の遠征の隣のブースですね。そう、一言どうぞ。あのジョー君です。はい、どうも。ジョー君とかジョーゴ武宏さんですね、はい、なんか PR してください。あ、 PR も藤田の何か、実は今いや別に藤田のじゃなくてジョー君の PR してください。あの今朝もやったんでしょ、あのラジオ。あ、ラジオ、うん、その辺の話を。ね、ラジオ今日ねタイの話してたんですけど、今ちょうどこういうものを広げてんだけど、年末年始にあのこの辺行く予定なんです、ファルトで。で、あのそういう相談を今この辺の人たちとしてます。この辺って、タイのねアンダマン海っていうところでファルトで深海。何川なんですか。川じゃない、川、海し、そう、僕6年前から深海海なんで、はい、でもファルトなんでしょ。多分ファルトので、行きます。あの飛行機で持っていけないから、リジットだと。船は何なんですか、新しく買うんですか。いや、ちょっと今交渉中ですそういうことです。あの藤田のあれじゃないんですね。 あれはねもうボロボロでダメダメ。藤田の創業者の方がどちらに今いらっしゃったようにですかん聞こえ、あ、昔乗ってたファルト。いやいや、いいですですね。あ、まだ持ってますよ、持ってますけど、はい、わかりました、はい、でまた後ほど後でお話、はい、ちょっと戻ってきましたね、はい。レジ打ち終わったかな、レジ打ち終わったかな、まだやってますね、まだレジ打ちやってますね、安いですね、一応ですね、番外編ということで会場から生放送で、生放送に近い形にですね、実は完全生じゃなくて、完全生を持ってやろうとするとかなり機材が大変なんで、微妙に録画です。これ今ね12時10 15分ぐらいかなに撮ってるんですけど、これを12時40分から流すんで、時間差生みたいなもんですね。別に編集できませんのでそのまま流すんですけど、また詳細はですね、この漫画編ということではなくて、細かく各ブースを取材してもらうと、それからボートショー自体も取材しました。あの会場ですね、このように、いろんな船が、ヤンマーですね、アキレスとかですね、ホンダ、いろんな船があります、ボートショーっていうくらいですからね、船全般なんですね。でカヤックはですね、皆さんまあご承知の通り肩身狭いわけじゃないですけど、こじんまりとしておりまして、この辺がカヌーカヤックブースです。まあ、全体からするとごく一部なんですね、さっきあのカンペイちゃんもこう歩いてきました、ですから取材をしまして、何週かに分けて、ボートショーの模様をかなりどうでしょう、本編の方で、やっていきますんで、こう組み立て講習をやってます、お楽しみということで、ですね、さっきあの清水さんが前半で言ってました、トッカーにするよって合言葉を言うと、シュノーケリングのセットです。このシュナースターンズスノーキル、これ3150円か1000円、これマスクと、スノーケル、から足ひれフィンがありますけど、これ1000円で、これにですね、このサンシャワー、この1000円、この3つセットにして、通常というか、このボードショー特別価格、まあ、3つ合わせると3000円なんですけど、合言葉を言うと清水さんが2000円にしてくれるということを言っておりました。でこれはですね、番組終了さようならって言った後で合言葉を言うそうです。もう放送時間が来たんですけど、合言葉、合言葉じゃない、ちょっとまとめてください、まとめます、今ここにある商品、本当に最終日にはもうほとんど全部なくなってます、そんなんで、もし来られる方は早く来てください、待ってます。では、ボートショーからの会場からさよなら、バンザ編でした。この後清水さんが合言葉を言います。